型式番号 RGM86R、 モビルスーツジム3、ジム2をベースにガンダムマーク2の駆動系技術を投入し、大きく性能を向上させた機体だ。その共通点は肩とバックパックの形状に見ることができる。ネオジオン軍に対抗するカラバがエウーゴとの協力関係のもとに運用した。後に地球連邦軍の正式採用機にもなった。機体カラーは白とグリーン。ビームライフルはジム3用の新開発品。両肩にはオプションとしてミサイルポットを装備可能。腰の部分にも大型ミサイルランチャーを取り付けることができる。地球連邦軍のスタンダードともいえる量産モビルスーツジムは、激化する戦線に応じ常に先端技術によって改良され、新型を生み出していった。最新鋭のジム3はネオジオン軍の地球侵攻に対し完全と立ち向かっていったのであった。